織田豪と百鬼夜行絵巻より、どうもこうもどうもこうもは、日本の妖怪絵巻に描かれている妖怪。旧金遣いでは、土府も古府も、どうもこうも、どうもこうもなど、表記揺れがある。また右も左もという表記も見られる。一つの体に二つの頭を持つ姿で描かれている。織田豪と百鬼夜行絵巻を、はじめ、同じく、江戸時代に描かれた絵巻物、 百物語家絵巻や、化け物つくし帳国際日本文化研究センター所像の、化け物づくし絵巻、国立歴史民族博物館所像の、化け物絵巻などいくつもの作品に同じものが描かれている。化け物絵巻では、右も左もという漢字が当てられている。江戸時代の随筆、旧商欄に惹かれている古方言元信による、 化け物に描かれていたとされる妖怪の中には、どうもこうもという名称が確認できる。どのようなことをする妖怪であるのかは絵巻物にも示されていないため詳細は不明である。妖怪の、どうもこうもとの直接関係はないが、どうもこうもならないという言葉の由来になったとされる民間語言説を結末に持つ医者同士が自分の技量を競う内容の昔話がある。妖怪の どうもこうもという名称の名付けの上で関係があったのではないかとも考えられており、平成以降の妖怪に関する書籍では関連情報として引用されることが多い。昔、どうもとこうもという名前の二人の医者がおり、共に自分こそ日本一の名医と自慢していた。ある時、二人はどちらが日本一の技量であるか勝負することになった。まず二人が腕を切り落とし、 それを繋いでみせた。切った後は全く残らず、勝負はつかなかった。続いて、互いの首を切って、繋ぐことになった。あまりの大事に多くの見物人が集まる中、二人は、代わり番子に、互いの首を切り落とし、元通りに繋ぎ合わせた。やはり一向に勝負はつかない。ついに二人は、代わり番子ではなく、同時に首を切り、同時に繋ぐという勝負に出た。合図ともに、 互いの首を切り落とした。しかし二人同時に首を失ったので、繋ぐ者が誰もおらず二人とも死んでしまった。このことから何もできないことをどうもこうもならないというようになった。ありがとうございます。